長岡市にある県動物愛護センターです。大人の猫5匹に子猫が3匹ですね。だいたいその捕獲箱の中に入ってきてるので、捕獲箱に移し替えしてから、ある事情を抱えた猫が運び込まれてきました。閉めて、はい。大人5匹、子猫3匹、中越地方のボランティア団体が捕獲しました。一人の飼い主の方が飼ってた猫で、結局飼えなくなったということで引き取りに出されたものですね、はい、いわゆる多頭飼育崩壊の現場で保護された猫たちでした。不妊去勢手術をしなかったために猫が増えてしまい、飼い主の手に負えなくなる多頭飼育崩壊。センターでは飼い主からの引き取りのおよそ6割が多頭飼育崩壊です。こういう人がいるの？こっちにいた。猫は必死の抵抗を見せますが、センターの職員も必死です。アドレナリンが出るみたいで、はい、最初は大変なんですけど、そこをおとなしくさせれば。8匹増えてセンターのケージは一気に埋まってしまいました。じゃああと倍以上いるんだ。そうすると入れるところがなかなか県動物愛護センターは迷子になったり捨てられたりした犬や猫なども保護していて、昨年度は合わせて1599匹を保護しました。このうち飼い主が見つからなかったり重い怪我をしていたりした228匹が殺処分となりました。ただこの数は県内過去最少でした。収容はするけれども、収容したものについてはもうなるべく譲渡するようにしています。昨年度保護した子猫の9割、大人の猫の8割が新しい飼い主が見つかりました。全国的にも高い譲渡率には様々な工夫があります。一頭一頭名前をつけてですね、ニックネームコットンちゃんとか。その猫が好きなこと、苦手なことは何か、性格も細かく把握してホームページでも公開。一匹ごとの情報を充実することで飼い主が見つかりやすくなるそうです。取材中あることに気がつきました。遊びたいですね。甘えてる。警戒心が強いと言われる猫ですが、人に慣れている猫が多いのが印象的でした。それにはある理由が。人に慣れさせるようなトレーニングをしているっていう部屋になります、はい、例えばこの白玉ちゃんなんかはそっちが気になっちゃってシャーって言ってますよね。こうした警戒心が強い猫、かつては人にこう噛んだり引っかいてくるような猫はすぐ殺処分になってたんですけれども、警戒心を和らげるには環境に慣れさせる時間が必要ですが、センターには行き場を失った猫が次々とやってきて、職員で対応するには限界がありました。そんな状況に変化をもたらしたのが子猫を世話するボランティアの存在です。あ、結構でかくなったね。この日、小千谷市の家庭で育てられた子猫がセンターに戻ってきました。こちらの女性は生後間もない猫を一時的に預かり育てるミルクボランティアです。3時間おきに授乳が必要な子猫はセンターの職員だけでは面倒が見きれず、多くが殺処分となっていましたが、7年前にこの制度を始めて子猫の殺処分は大幅に減りました。大人になって幸せになってもらいたいって思うので、ここで命を終わらせてはいけないって思うから、
ね、ちょっと頑張るときは頑張ろうかなって。センターの職員はこれまで子猫にかけていたエネルギーを大人の猫に使えるようになり、一匹ごとに担当をつけられるようになりました。性猫の純化にまた力を入れるようになったら、譲渡できる性猫が増えて、で性猫の譲渡率も上がってきた。また高齢で体調を崩しやすい猫は時間をかけて世話できるようになりました。どうだ、綺麗になった？はいよ、綺麗になった。ほら、綺麗になった。センターで最年長、推定8歳の大岡です。後ろ足が少し不自由ですが、木田センター長は新しい飼い主はきっと見つかると考えています。藤子ちゃんっていう全盲の猫がいて、推定15歳の藤子は両目が見えませんでしたが、6月に新たな飼い主が見つかりました。この猫もらわれるのかなと思ってすごい思ってたんですけど、でもそれでもいいっていう方がいて、スタッフ全員みんな喜んだんですよね。こういうふうにホームページ上で待っていれば欲しい、それでもいいって方がいらっしゃるのかなと思って、なるべく殺処分にはしないように、なるべく長く飼うようにはしてますけれども。ラブラドルレトリバーのゴンタ12歳も新しい飼い主が現れるのを待っています。新しい家族に迎えられた際、楽しく過ごせるようにとボランティアが散歩の練習をしています。ゴンタいい子なので、ぜひぜひなんかこの子を最後まで可愛がってくださる方がいたらなと思って、うん。殺処分ゼロを目指し、ボランティアによる取り組みも広がっています。動物愛護団体 NDN 新潟動物ネットワークの岡田智子代表です。これも多頭飼育崩壊からレスキューされた兄弟5匹のうちの2匹をうちでお預かりして。岡田さんが育ててきた2匹は、この日、譲渡会に初めて参加します。デビューの日を迎えるときはどんなお気持ちなんですか？いや、もう頑張れよ、決まれよって。寂しくないですかって言われるけど、もっと幸せになると思ってるので、うんうん、ね。 NDN が主催した譲渡会には大人の猫6匹、子猫5匹が参加しました。仲がいいのでできれば2匹で。開始から1時間半、2匹一緒に引き取りたいという人が現れ、仮譲渡が決まりました。譲渡には不妊去勢手術などの費用が必要なことを理解してもらった上で、1週間の仮譲渡がスタートです。一方、今回は声がかからなかった猫もいました。この子がいいって言ってくれる人が必ず来るので、まあそれを辛抱強く待つ、うん、ね、ねとか言って、ねとか言って。NDN は保護した猫をボランティアの家庭で育て、月に3回譲渡会を開催。年間およそ500匹の猫を新しい飼い主につなげています。保護するだけではダメなので、それを次迎える方がいて初めて成り立つわけですから、その輪をまあ止めないこと、多くの方に保護猫を迎えるっていう選択肢あるんだよっていうことを伝えたいですね。